お疲れ様です、杉浦先生。どうも。あー、お腹すいた。なんか冷蔵庫にあったっけ。趣味の着目してるわね。もしもし、赤村くん、私です、九条です。構いません。ええ、そうですね。申し訳ないのですが、こちらの都合です。よろしければお願いしたいのですが。今、お忙しいですか？お手数をかけます。それでは林間学校以降に関してお願いします。なるほど、いろいろと辻褄は合いますね。トキハ・マイさんが姫として覚醒した時に現れたチャイルドはカグツチと言ったのですね。カグツチ、みんなを守り、あいつを倒して。そして姫として覚醒するためには大事なものをかけなくてはいけないと。で、どうなんだい？君は大切なものを守るためにかけることができる？
一番大事なものを。できるわよ。私の命くらい惜しくはない。必ず守り通してみせる。かけられる。理事長先生にも以上のことは報告済みと言いましたね。理事長先生はそこで姫について説明をしてくれたんでしたね。姫とはエレメントと呼ばれる武器と強大な力を持ったチャイロドで戦う存在です。ハイリーアドバンスド、マテリアライジング、エクイプメント。それで姫です。高次物質化能力と呼ばれる能力のことです。便宜上その能力を持つ者を姫と呼んでいるのです。例えば久我さんの持っている銃や時葉さんが出すことのできる炎の輪、電輪などがそれです。物質化された武器のことをエレメント、物質化されたしもべをチャイルドと呼びます。姫の体にはどこかに赤い紋章がついています。時葉さんにも美奈木さんにもその他の方々にも。しかし紋章があるというだけでは姫ではありません。必要条件ではありますが、それだけでは足りないのです。そうです、大切なものを守りたいという強い思い。そのためにはそれ相応のものをかけることをも厭わない強い意志。そうして姫は姫として覚醒を果たします。他に方法はないのです。オーファンは通常の攻撃で傷つけられないこともないですが、倒すのは容易ではありません。では高村先生はオーファンたちを野放しに、あの危険な存在を放置せよとおっしゃるのですか。大体真代の言うことなど信用できるものじゃない。真代だって一番地と無関係ではないんだぞ。一番地の人間というわけではないようだが、信用できないという点では何ら変わらない。オーファンと戦うため？はそんなもの、その気になれば軍隊でも何でも連れてくればいいだろう。目的があるに違いない。そしてそのために我々を利用しようとしているんだ。一番地の考えそうなことだ。クソ一番地。
なるほど、久我さんがそんなことを。そうですか。その久我さんには今後も注目しておいてもいいかもしれないですね。なるほど、確かに現在の現実とリンクしていることも多いですね。なるほど、ええ、大したものです。確かにいろいろと納得できるわ。さすが天川教授の一番弟子ね。そうですね、ええ、それでは報告お疲れ様です。シアーズは姫伝説に大きな関心を寄せています。今後もぜひ詳細な報告をお願いいたします。それでは次回は予定通りに7月16日にお願いしますね。お疲れ様でした。私はこの後もここにいます。何か改めてありましたら放課後にでもどうぞ。Thank you.
。用事。別に遊びに来てるわけじゃないのよ。え、他の先生はすごく怒るってクラスの子も言ってたけど。遊びすぎちゃダメだぞ。それじゃ、また明日ね。
そうだよ。絶対おいしいんだから。何して寝不足ですか？おはようございます、先生。しても二人して寝不足とは意味深ですね、先生。わー、お兄ちゃんどうしたの？変な想像って。いいね、さくらちゃん。
昨夜は先生と一緒に寝不足だったんでしょ。咲夜ちゃんも幸せだね。